気持ちは何のために作っているの？戦力という愚かな力で平和なんかやってこないさ。この基地がないと敵が攻めてくると言うけど、誰か自衛隊の人と避難訓練したことありますか？この基地は決して沖縄を守ったりしないさ。人はどれだけ死ねば多くの人が死んだことに気づくの？人はどれだけ立てば過ちを忘れてしまうの？あるアメリカの将校が言いました。戦争はビジネス、お金儲けさ。人を殺して金を稼いでいるのさ。この基地は金儲けのために作っているのさ。人はどれだけ死ねば多くの人が死んだことに気づくの？人はどれだけ立てばあの悲しみを忘れてしまうの？